生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。ブラちゃん、私のプリン食べたでしょ。え、プリン？冷蔵庫のプリンよ。え、あれちゃんのやつさ。え、ほんまごめん、全然そういうなんかさ、食べようってつもりとか食べたっけ。ごめん、ほんまごめん。え、何回目でしょ。え、もうごめんなさい、もう全然そんな、そういうつもりじゃなくて、ほんまにごめん、あれちゃん。何回も言ってるでしょ。え、もう名前書かないとダメなの。え、もうごめん、もうそういう、ほんとそういうつもりじゃなかったの。プリン食べるでしょ。プリン？プリン、冷蔵庫に入ってるプリンよ。食べたかな。でもさ、そんなん関係なくなった。多分昔私の団子食べたよ。団子って5年前の話や。5年前？でもそんなん5年前やろ。昨日やろ。関係ないもん。だからもうお互い様やろ。お互い様。合コンの普通なんかちょっとイケメンじゃない。あー、でもなんかちょっとチャラそうじゃない。だって私もライン来たし。嘘なの。みんなにやめときなよ。みんな送ってんだよ絶対。でもかっこいいかな。いやでももう危ない。ランナーに一番チャラいタイプやから絶対気をつけた方がいいと。みんないろんな女の子みんなライン送ってんだよ。絶対騙された。あ、そんなん好きなの。ここよくないよ。前からね、私気になってる子がいて、あの子。
ってね、かっこいいでしょ。好きなんだ。いい、あ、私も好き。え、なんか結構マッチョでよくない？ねえ。ね、好きだった。好きなの。3人で付き合っちゃう。でもさ、友達やから、友達やからさ、やっぱ友達やっぱ大事やん。だからお互い諦めようもん。こんなうんこ。ね、うんこが。お疲れ様。お疲れ。あ、乾杯。乾杯。おいしい。おいしい。お疲れ。お疲れ。あ、私たち世界で一番美しい美人ちゃんがもうずっと続くように乾杯しようね。そうよ。いいおっぱい作ってもらってよかったじゃない。そうよ、ね、もうこのおっぱいがずっといいおっぱいが続きますよ。おい、なんだよお前、ふざけんな、文句あんのか。
笑ってる？